ボロゴエ市の紋章、ボロゴエは、ロシアのトベリ州北部にある都市、ボロゴフスキー地区の行政中心地で、鉄道路線が集まる町でもある。モスクワとサンクトペテルブルクの2大都市を結ぶ、モスクワサンクトペテルブルク鉄道のちょうど中間点に、あり、道路線上の州都、トベリからの距離は北西へ、約160キロメートル。 人口は2002年全土シア国勢調査で26,612人。ボロゴエはバル大丘陵の北の縁に位置し、町に隣接したボロゴエ湖はボルホフ川水系に属する。鉄道のほか、モスクワサンクトペテルブルク間の高速道路 M10 も近くを通る。ボロゴエにある大祖国戦争記念碑この地域はノブゴロド公国を経て、 モスクワ大公国に属したが、1495年の記録にボロゴエの名が消出し、一般にはこの都市を町の創建の都市とみなしている。ボロゴエの名は近隣のボロゴエ湖に由来する。1851年、ボロゴエを通るモスクワサンクトペテルブルク鉄道が開通し、ボロゴエにも駅が置かれた。十九世紀後半には、ヤロスラブリからルイビンスクソンコボベジェツクウドムリ ボロ越えを経て、スタライアルーサドノー、プスコフリガベンツピルスへと続く東西の鉄道が交差し、さらに1907年には、ボロ越えからオスタシコフアンドレアポリとロッペツを経て、南西のベリーキエリュキエの視線も伸び、ボロ越えは鉄道の交差する町として大きくなった。鉄道の建設に始まり、鉄道貨物の集積、列車工場など、 鉄道関連産業がボロ越えの発展に果たした役割は大きい。1926年には市の地位を与えられた。ボロ越えには機械工場、家具工場、食品工場などが立地するが、鉄道、列車工場も大きな地位を占める。ありがとうございます。